はいどうも、ケイキュンです。今日ですね、ドカポン怒りの鉄拳続きやっていきましょう。メッセよ。ここはね、もう4倍に使ってちょっとぐるっと回っていこうよ。いけるやろ。よし、急ぎましょう。俺がストーリー進めるしかないっすからね。もうこの辺の戦闘見飽きたって。新しいとこ行けって。ガバッといただき、さあイベント来た。でモルデ復活。防御高めやろ。魔法で攻めるしかないね。防御91。攻撃魔法いるね。ちょっと買いに行こう。うわ、しょぼい。しょぼすぎるって。海はどうだ。弱そうやね。まあ大丈夫やね。レベルアップ。体力上げて、はい大丈夫。お、村行った。勝ったか。3上がった。でかいね。ここどうしようかな。マルチクリスタルも使ってしまうか。4っすね。か、まあ4バインで武器や狙うか、武器か魔法か、まあどっちかいけると思います。いや、いいや、使おう。ちょっと先魔法へ行きたい。防御魔法高い。ダメージをすごく軽減で防御アップか。こっちが大きく軽減ね。魔法ガードは軽減だけ。魔法タスラいいよね。元気っき魔法タスラかな。で攻撃魔法が高いんですが、バトルドリスね。10発で足りる？追加しとくか。よし、これでいこう。で、魔法は、ドリー買っとく。8万。うん。まあ、こんだけ残しときゃ大丈夫ですかね。ゲッチュ、まずい。オッケーオッケー。え、村行った？服部くん魔法で攻める感じね。いい勝負。ここは4番に使って
いや、しょぼいって。しょぼすぎるな。混ざるか。いける。服部くん。よし。当てる。オッケー。はい、残念。先手取れればね。攻撃で。こんなものか。こいついいもん持ってないやろ。よし。4倍で。頼むぞ。いいね。これはいったか。よし。で、鎧、盾。これだいぶ強くなりましたね。あとは、襲っとくか？行こう。パーで。レベル7になったって4倍、まあここも使うか。で、ワルさんとこ行きましょう。これはいったやろ。はい、当たれば勝ち。こんなものか。素早さ上げとこう。よいしょ。ここは。お、近いっすね。こいつまた行くんじゃない？はい、残念。イベント来た。さあ、ここどうする？ 4 バインと2つ。どうしようかな。ここやろ？ 1、2、3、4、5。6っすね。まあ、普通に行くか。OK！ え、ちょっと待った。ちょっと調べとこ。余裕やね。バトル通り、俺と一緒か。2312。うますぎ。ようやっしゃ。貯金持ってるやつおったっけ？チャプター3入ったかな？
ピラミッド。チャプター3。ちょっとアイテム買ってからやね。スケルトン。お、取った。火事18000か。まだここはね、入れないので、普通に行きたいなと思います。村行けるね。あ、こいつは倒しとこうよ。弱いね。素早い感じか。うわ、マジか。魔法消す？これは魔法防御で。こいつもう一回行くんやろ。はい、残念。運がないっていうかね、ある意味運いいわ、あいつ。ガママル。うーわ、マジかよ。めんどくせえな。いや、バトル通りで行けばいいんすけどね。よし。ね、もう一回行くんやろ。何回も遊べてよかったやん。さあ、俺のターン。罪消えました。道具屋行きたいんですよね。これはいけるか。ピラミッドもいけます。まずは鑑定。で、売るアイテム。コガネムシは売っちゃいます。で、万能薬ももう売って、とにかく倍。はい、これで。また3倍に買って。
2。惜しい。スケルトン来た、まずい。よし、あぶねー。ゲッチュー、失敗か。さあ、ここ頼むぞ。4か。まあここにしときましょう。バトルドリで貫く。魔力もうちょい上げとこうか。はい、モルデ復活。きつすぎ。いけるか。6。で、3番に使って。まあ、次回はピラミッド攻略っすね。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。